パイティムカサミは、マケドニアストルガ出身のサッカー選手。FC バーゼル所属。ポジションはミッドフィールダー。マケドニアのストルガで、アルバニア人の両親のもと生まれる。2003年に、スイスの FC ビンタートゥールでキャリアをスタートし、2008年に、グラスホッパーへ移籍。さらに同年、リバプール FC へのレンタル移籍も経験した。2009年、SS ラツヨへ移籍。 しかしグラスホッパーに支払われるはずの育成保証金が未払いだったことや、キャンプに招集されなかったことを理由に契約解除を希望を。その後、フィファの仲裁により契約は解除され、一試合も出場することなくクラブを去った。ラツヨ対談後は、残りのシーズンをスイスの AC ベッリンソーナでプレーした。2010年6月7日、パレルモと5年契約を締結。 契約直後からトップチームに登録され、8月30日のカリア・リカルチ戦でセリエ A デビューを果たした。しかしアントニオ・ノチェリーノやジュリオ・ミリアッチョからポジションを奪うことはできず、14試合の出場に止まった。2011年7月25日、プレミアリーグのフラム FC へ4年間で移籍。出場機会を求めての移籍だったが、1年半で、 リーグ戦9試合の出場に終わり、2013年2月15日に FC ルツェルニエレンタル移籍。フラム復帰後の2013の14シーズンにはコンスタントにプレーしたが、クラブがチャンピオンシップへ降格したため移籍先を探すこととなった。2014年7月10日、オリンピアコス FC へ3年契約で完全移籍を果たした。2016年8月3日、 ノッティンガムフォレスト FC へ1年間の期限付き移籍。2017年8月31日、FC 仕様へ3年契約で移籍した。2020年3月、新型コロナウイルス感染症の影響により、給与カットを打診され、それを断ったことで解雇された。2020年10月12日、FC バーゼルと2022年までの契約を結んだ。ありがとうございます。